羅生の一人、藩を下したケンシロウ。藩は本人すら知らぬケンシロウの過去を知っていた。20数年前、世界が終末戦争へと突き進んでいた頃、この国は強大な軍事国家の前に滅亡寸前であった。いつの日か文明は滅び、全て無から始まる。その時代を握るのは、暴力と剣の力と悟った重慶は、羅王、トキ、ケンシロウを龍拳のもとへ送ったのだ。しかし不安を拭えず、3人の男子に北斗龍拳を授けてしまった。重慶はこの過ちを羅王が解決してくれると信じていた。だが到来したのはケンシロウ。重慶はその事実に驚愕し、藩はケンシロウではヒョウを倒せぬと言い残す。自らの出生の秘密を知ったケンシロウは、この修羅の国に死の宿命を感じるのであった。故国を救う救世主羅王、その到来を信じる男たちはボロに身をやつし、放棄の時を待っていた。重慶は彼らを止めようとするも、時すでに遅し、男たちの放棄は始まってしまう。そこに突きつけられる希望を奪う事実、羅王の死。これにより戦意はそがれ、男たちは殺されていった。残ったのは惨劇の後、ケンシロウはそれをいくつも目の当たりにし、その理由が自らにもあると知るや、一つの決意を固める。もはや俺に帰る道はない。羅王伝説は俺がなす。重慶は第二の羅生、ヒョウのもとへ急いでいた。ケンシロウではヒョウに勝てぬ理由を知っていたのだ。その理由とは、ヒョウがケンシロウの実兄であること。そして血を分けた兄弟を引き離したのは他ならぬ重慶であった。かつてのヒョウは弟思いの優しすぎる少年だったという。重慶はその優しさを剣には不要と思い、北斗龍拳を授けるときに記憶を奪っていた。しかし記憶は失っても義の心は消えぬ。ヒョウにとって今の兄弟は同門である、藩と海王。重慶が言った通り、ヒョウはケンシロウを自らの敵と定めるのであった。ヒョウの居城を目前に控えた重慶、同行していたレイヤとタオにはシャチのもとへ行けという。それはケンシロウを止めさせるためであり、ケンシロウの出現によってシャチが昔の姿を取り戻していると悟っていたからでもあった。そして自ら撒いた種を刈り取るため、単身ヒョウの居城に乗り込んでいく。三人の羅生に北斗龍拳を授けた男、その力は老いてもなお健在であった。門番をたやすく蹴散らした重慶は鋼鉄製の扉を溶かし、城の中へと入っていく。そして苦戦することなくヒョウのもとにたどり着き、貴様の命をもらうと言い放つ。重慶はすでに死を閉じており、ローブの下には北斗龍拳始創部位をまとっていたのであった。一方、無事にシャチとの再会を果たしたレイヤは、足手まといにならぬようリンを連れて村へ戻ろうとしていた。そこに現れる魔人の影を背負う男、第一の羅生、海王。リンは突如現れた海王に連れ去られてしまうのであった。リンが連れ去られた。
その身柄が運ばれた先は海王の居城。そこで凛が目の当たりにしたのは、北斗神拳の伝承者ケンシロウの登場により魔気をたぎらせる海王の姿であった。北斗龍拳は北斗神拳と同等の力を持ちながら魔道と虐げられてきた歴史を持つ。海王はケンシロウを討ち、屈辱の歴史を終わらせ、新世紀の創造主になろうとしていた。そして天帝と同じ血を持つ凛に北斗神拳の死を見届けさせようとしていたのであった。北斗神拳と同等の力を持つ北斗龍拳。氷の居城ではその師と弟子が開戦の時を迎えていた。重慶は氷が帯びた偽りの仮面を打つべく、あらかじめかけておいた術で氷を拘束する。その術とは、再び記憶を呼び戻す日のため、記憶を奪う檻に埋めておいた受精も。なんと氷の記憶には真の北斗の力を呼び覚ます封印を解く鍵が眠っているという。それはすなわち北斗龍拳を滅ぼす鍵。北斗龍拳はその剣の合意ゆえに存在してはならぬ剣。重慶はかつての経験からそう言い放つのであった。若かりし頃の重慶は北斗龍拳究極の到達地、魔界の入り口にいた。そして北斗神拳を憎み、伝承者龍拳に勝負を挑んだ。この時の重慶は北斗龍拳の魔力に心を狂わされていた。戦いを終え正気に戻り、龍拳に教えられるまで妻と子の命を奪ったことさえ分かっていなかったのだ。北斗龍拳が生むのは魔人のみ。そして海王は今や魔界に君臨する巨大な魔人。身にまとう鎧も魔闘気を封じるためのものでしかない。その恐ろしき力を持つ海王打倒のため、重慶は氷を追い詰めていく。重慶は氷を押さえつけた。そしてケンシロウと氷の秘密を語る。なんと二人は北斗宗家の血を引いていたのだ。北斗宗家の剣こそ神拳と龍拳の源流の剣。その宗家の血統にのみ北斗龍拳を封じる秘剣をなせる天才が生まれる。それがまさにケンシロウであり、秘剣を呼び覚ます者のありかは実兄である氷にのみ伝えられていた。幼き日の氷は弟を思う愛ゆえに堅くなであり、記憶を操る秘術を持つ重慶でさえそのありかを白状させることはできなかった。これこそ重慶が記憶の復元に力を注ぐ理由。しかしあと一歩のところで膝をついてしまう。記憶を復元するための術はまだ不完全なのであった。凛が連れ去られたことを知ったケンシロウは海王の居城へ向かっていた。そしてついに第一の羅生と相まみえる。だが圧倒的な実力に押され、究極奥義無双転生さえも破られてしまう。一方の重慶は再び立ち上がり、氷の記憶を呼び戻すため箱を形成を作る。記憶がよみがえり、かつての優しい姿を取り戻したかに見えた。しかし復元箱が海王によってすでに細工されていた。氷は羅生の姿に戻り、重慶は窮地に陥ってしまう。そして窮地に陥ったのは
海王と戦うケンシロウも同じ。それでもなおケンシロウは闘志を燃やす。北斗神拳に絶望はない。ケンシロウの剣が海王を捕らえた。しかし海王は無双転生をも破る魔人。ケンシロウの闘気は魔闘気に吸収され、兜を割ることすらできずに敗北してしまう。勝利した海王は凛に自らの子を産めと命じ、その日より北斗龍拳救世主伝説の歴史が始まると言い放つのであった。そしてヒョウと戦う重慶も敗北を喫する。ケンシロウは海王に敗れ去り、時代は大きく歪む。重慶はそう言い残し、こと切れてしまうのであった。ケンシロウは囚われの身になってしまった。シャチが命を落として海王に挑むも、圧倒的な力に跳ね返されてしまう。海王はシャチにとどめを刺すべく剣をかざす。そこへ援軍が到着する。海賊赤シャチ、シャチの父であった。海王は海賊たちに硫酸を浴びせられ水中へ逃亡する。森を突き入れ海王を仕留めようとする赤シャチだが、反撃に遭い命を落としてしまう。親子の再会もつかの間、悲しみの涙を流すシャチ。しかし海王は別れを惜しむ時間すら与えてくれず、シャチはケンシロウを抱え逃げるしかないのであった。ケンシロウ、もう少しだ。何？無念。鎧が縮んでいく。お前は幻影か。何？我が魔闘機が臆したというのか。北斗宗家の地下。今こそ確信した。この男を待つためにこの国にとどまっていたのだと。恐るべし剣士の、だからこそ北斗宗家の血をこの世に一滴も逃してはならぬのだ。